雨のうずめ、雨のうずめ、雨のうずめは、日本神話に登場する神、岩戸隠れの伝説などに登場する芸能の女神であり、日本最古の踊り子といえる。一説に、別名、宮干神、宮火の神、大宮売神、大宮の目の神と、同一視されることもある。古事記では、天坂受けいた命、日本初期では雨のうずめ命と表記する、御子とは、 継承、以下同様。神明の、うずめの解釈には、諸説あり、強音が、おずめの意図する、古語周囲、日本書紀の表記通り、髪飾りをした女、天は、かんざしの意図する説などがある。日本書紀一書では、アマテラスとスサノオの制約の前、スサノオが高間ヶ原に登ってくるのを雨のうずめが見つけ、日陣、アマテラスに報告した。 岩戸隠れで甘照す大神が、天岩戸に隠れて世界が暗闇になったとき、神々は大いに困り、天の暗化の河原に集まって、会議をした。思え謹慎の発案により、岩戸の前で様々な儀式を行った。古事記では次のように記述されている。創福、右京瀬手踏みと泥こし、神がかりして、胸近きいでもひもおかげ、ほとイコールジョインに押した歴つまり、 雨の渦めがうつ伏せにしたそう、受け特殊な桶の上に乗り、背を反り胸ちをあらわにし、物紐をジョインまで押し垂れて、低く腰を落として、足を踏みとどろかし、日本初期ではちぐさを舞いこ、古事記では笹場を振り、力強く、エロティックな動作で踊って、八百万の神々を大笑いさせた。その、笑い選ぐ様を不審に思い、遠少し開けた、アマテラス大臣に、 あなたより尊い神が生まれたと、うずめは言って、雨のたじからおのじんに引き出してもらって、再び世界に、光が戻った。日本書記も似た記述であるが、胸地の記述はなく、女陰については、日どころ、おどころ焼きと記され、神々の反応は記されていない。天尊降臨の際、二人ぎ後、二人ぎが守ろうとすると、高間が原から、吉原、中国までを照らす神がいた。 雨のうずめは、アマテラスオオミカと高木上に、倒やめだが顔を合わせても気遅れしない、面勝からあなたが問いなさいと言われた。この時の雨のうずめは、日本書紀では次のように記述されている。その胸地をあらわに書き入れて、もひもをへそ、ほそ、イコールへその下に押し慣れて、あざわひてむきて立つ。つまり、ちぶさをあらわにし、物紐をへその下まで押し慣れて、 あざ笑いながら向かっていったとある。その後、名を問いただすと、その神は、国津神の猿田彦神と名乗り、道案内をするために迎えに来たと言った。雨の渦めは、雨の小屋根の命、雨の小屋根、太玉の命、太玉、玉の親命、玉の親、石こり止めの命、石こり止めとともにごとも糸口の一柱として、ににぎに随伴して天下りした。雨の渦めは、 サルタヒコカミの名を明かしたことからその名を追って使えることになり、サルメノ君の祖神となった。一説には、サルタヒコカミの妻となったとされる。雨の渦目は、サルタヒコカミを送って、日向国、または、島国に帰った後、大小の魚を集めて、天孫ニニギ命に使えるかどうか尋ねた。皆、使えると答えた中で、 ナマコだけが何も答えなかったので、雨のうずめはその口を小刀で裂いてしまった。それで、ナマコの口は裂けている。雨のうずめの功績により、代々の天皇は、島国から、新鮮な海産物が献上される時は、猿目の君に与える。白川聖の、時君によれば、神と笑い選ぶ巫女の神格化である。神々を和ませ神の手ややぶ、真似する神事の霊落したのが、 現在の芸能であり、折口忍によれば、滑稽な儀芸である猿学、猿学能や、狂言の祖は、猿目の残の技と一脈通じるという、情勢日本の文学雨の渦目命。巫女孔で、芝居の狂人が持つ竹の枝を、渦目の持つ笹葉が落ちたものとする、柳田邦世の説を受けた、折口忍は、手相を、神である、物意味を表す印とし、 マナを招く取り物とは別であるとした。谷川健一が、笑いと狂気という、人間の原始的情念の一環が紛失した、ものとして挙げた、京笑いの論理、天の岩との前における、巧みに俳優をなす彼女の行為は、神への祭礼、特に古代のシャーマン、譜が言ったとされる神託の祭事にその原型を見ることが、できる。いわば、雨の渦めの逸話は、古代の巫女たちが神と共に、 笑い選ぶ姿を今に伝えるものある。折口忍の情勢日本の文学によれば、神遊びは玉振りの儀礼であり、岩戸で行ったうずめの所作は、マナ、外来魂を集め、神につける古代の行為である。なお、折口は、情勢日本の文学で、死者の魂を呼ぶ儀礼が遊びであるため、岩宿の神楽は、天テラス大臣が亡くなったため起こったという説は、 再高すべきだと言っているが、少なくとも演技式には、宮廷で行われた古代の鎮魂祭において、巫女たちが、送付し激しい踊りを大王家の祖師に奉納する儀礼に、サルメノも参加したことが記されている。サルメノ君、冷えたしの祖とされ、冷えたしの氏神である、あたいふとし神社では、芸能のし祖神、福の神、おたふく、おかめ、とうと称すると伝わる。 千代神社、滋賀県彦根市、芸能神社、京都市右京区、椿大神社、三重県鈴鹿市、伝女神社、長野県北安住郡松川村などで祀られている。伝女神社は地元で、おかめ様として崇められており、最寄り駅の大井都線北細野駅は、品野鉄道の駅として開業した際、おかめ、全駅と呼ばれていた。国営化にあたって解消、 天孫降臨の地、高千穂より、天の岩戸が飛来したと伝えられる、長野県の都学市神社には、天の岩戸海神話に、功績のあった神々、天田寺から尾の命、天根八石県命が祀られており、そのうちの一社、火の御子社には雨の渦目命が祀られている。また、岩戸海神話に基づいた神楽が古来より、受け継がれている。宮崎県西臼杵郡の高町には、 雨のうずめがサルタヒコと結婚した場、アラリツグの跡と伝わるアラリツ神社がある。そのほかにセジン内空塔、各地神社に宮神として祀られる。五、おさむき。